皆さんこんここにちはオンンライン国土学ワールドへようこそ私はしんぼさんご存じの通り、はい、道路行政だとかあるいは国土計画行政だとかいうのを長年にわたってやってきた人間ですからまあ一言で言うとインフラ屋さん、うん、インフラストラクチャー屋さんと言ってもいいような人間なんですね。 3年度のフローの言葉で言うと公共事業でもあるしえそれが積み重なって例えば堤防で言うと一定の山岳地帯から海の方まで堤防がつながったというような意味で洪水を制御できるようになったと言うとこれがストックになっていわゆるインフラ社会資本ということになるわけですね でそういうものにこう長年重々してきたんですがこの国の,そのインフラをめぐる議論がどん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 歪んできましてね、うんえー、特にその財政が厳しいといったような需要になってから、はい、もうこれで二十数年以上になるんですけどもインフラの投資を削ってきちゃったいうことがあるんですね。うんさ世界でねはい まあ、自動車専用道路っていう信号機のない道路、で、片側一車線しかない。そういう自動車専用道路を高速道路だと言っているような国は。日本以外に何国ぐらい、何カ国ぐらいあると思います。でも、これを大石さんがクイズにするということは。ない。日本しかない、もしかして。はい、残念だけど。ええー、極めて正しい直感で。<laughs> <laughs> えー その通りです,なです、えー、少なくとも世界の先進国の中にはありませんしその他の国々の中でもありません <laughs> 韓国も比較的最近まで片側1車線の高速道路っていうのがあったようなんですが、うん、現在はありません、はい、しかし日本では高速道路、うん、高規格の道路と言われている道路の30%以上が片側1車線なんです <laughs> つまりハンドル操作を間違うと正面衝突です,です、ね、というですね、うん したがってその,の危険が強いもんですからあ公安委員会は70キロ以上ででは走らせてくれないんですね、うんはい、本来100キロとかで走れるうように整備すべきものが70キロでしか運用できていない、うん、というわけですから、まあ、移動効率を非常にに低いいものしていますよねそういう事情もあるんですけどそういうものを生み出した背景にですね、うん、道路だとか河川空港公安なんかの整備の 計画を私たちの国が持たなくなったという背景があるんです。それをちょっとあのご紹介したいと思うんですけどね。これはあの国土強靭化5カ年計画書いてますが、今インフラ整備の論理に使っているのが国土強靭化という論理なんですね。これはまあ大災害が来た時にも国民が安全に暮らせるように。 あるいは物流が途切れないようにする、はい、人々が逃げやすいようにするとかといったようなインフラ環境を整備していきましょう、はい、でそれを今は5カ年計画でですねそれをやっていきましょうとこういうことになっているんですが、まあ、これについてもかなり拘束な方法が含まれているんですが、まあ、これはちょっと説明は省略するとして <laughs>、はい、しかし法に書きましたように。 いつ、どこで、何を、いつまでに、どれぐらいのお金をかけて完成させるのかというのは、納税者への説明責任でもあるし、地域に住んでいる人々に対する行政や政治の責任でもありますね。ありますね。で、そのために私たちの国も、かつては計画を作ってきていたんですね。で、これは上にあの全国総合開発計画というのがありますが、いわゆる前層前層と。 私たちが呼んでいた計画なんですね、うんえーで。1950年にこの国土総合開発法ができて、うん、でこの時から計画を作るはずだったんですが、はい、なかなかですね地域だとかあるいはインフラの間でああだこうだという議論があってあ<ー>作れなかったんですよ。えー、だけど池田ハヤトさんというですね、はい、方が内閣総理大臣になられた時に、はい、所得倍増計画というのを作りになりましたね。うんはい、その所得倍増をするための手段として インフラをどのように作るのかという計画が必要だというのでなんと法律は1950年なのに最初の前走は1962年ですよ12年もかかっているでですね最初の全国総合開発計画はできたんですねだいたいおおむね10年後の国土の形を目指してここには空港を作るその空港まではこういう道路で結ぶあるいは鉄道はこのように整備するといったような考え方を はっきり一言で言うとこう地図の中に盛り込んでいくような感じでそれは国民の皆さんにもお見せして、うんえー、ああ私の暮らしはこう変わるのねとも思ってもらえるし行政の人、うんうん 県や市町村の人から見ると、そこまでそういう家に道路がつながるんか。だったらうちも師匠をあそこに作ろうとか、とか、あ,<ー>あるいは保育所だとかいうのの計画もやろうというように、うん、その行政に計画性を持たせる,るという意味ででも役に立っていたんですよね。またここではですね、ブロックの位置づけと書きましたけども、はい、ブロック例えば北海道ブロック、東北ブロックでそういう部分 <laughs> でこの全層が整備されると北海道はどういう地域になるんか。 一体のこともちょっと触れたりしてるんですよ<ー>例えば北海道は我が国の食料供給基地として機能するんだでそのために、えー、小樽港から積み出して<ー>、えー、それが関東に物が届くようにせないかん小樽港までの道路整備をせないかんというような<ー>そういう計画ですねわ<ー>かりやすいですね、はい、で最初に個別のインフラで5カ年計画ができたのは道路なんですよ、はい、この下に道路とありますように、はい、えですね。道路は 1958年に道路整備緊急措置法という法律ができて、はい、上にその上にありますように気発油税を道路整備の特定財源に入れましたねうん、うん、でガソリンにかかっている税金を道路に使わせていただきます、はい、道路に人を限定しますという形で決めたものですから、はい、これは納税者にです、ねうん、あなたが払ってくれたガソリンは、うん、例えば5年なら5年かけてどこにどういう形の道路が出来上がります。 というのを説明する責任があると当時の政治家が考えたんですねこれは優れた考え方ですね,ですね、えー、いや私は当時の政治家というのは本当に立派だったと思いまうんですよこれ納税者に対する責任説明責任ですよ、はい、いうように5年間でどれだけできますというようなのを備作って、うん、それを総合開発計画の中の道路編として位置づける で、道路ができたんで、うちも作るんだって言って、うん、港湾が作り<ー>ですね。河川が作りはい、はい、えというように、そのいろんなインフラがそういうご関連計画を作るようになって、それがこう。総合前走の形でまとまっていったとこういうわけですね。うん、ところが。これが気に入らないという人が出てきたんですよ。<え>それは誰だと、えー、財務省です。<ー>こんな計画があるから必要のないところにいつまでも。 インフラを作り続けるる原因にななっっているといとたような話です <laughs> で、ね、でその話が浸透していって現在では具体的なプロジェクトが入った全国総合開発計画も具体的なプロジェクトが入った道路整備5か年計画に該当するようなものも、うん、この国からは消えました。えー、消えましたどうするんですかって感じですね。あの一応その計画 と名がついたものはあるんですよはい、はい、国土形成計画だとかですね、うん、それから社会資本重点化計画だとかというのがあるんです、うん、しかしそこに書いているのはですね例えば電柱の無電柱化で言うとこの5年間に何万もの電柱を地下化しますというのが書いてあるわけです、はい、しかししんぼさんがそれを読んでも、えー、じゃあうちの前の電柱はなくなるのねということはわからないようになっているんです、えー わかるとですね、うん、なんで作ってくこないんだという声が起こるうこういうわけです。なんかずるいです。<laughs> あの言い方はちょっとあれですけど。へえ。で、そんなことになったもんですから、うん、我が国のインフラ整備のスピードもガクンと落ちちゃったんです。ガクン落ちてしまいますね、えー。で、我が国からはこうした国土整備の計画は消えていったんですが、はい、実は実は海外の国ではそんなことないんです。 例えばアメリカではです、ね、陸上交通受験法というのがあって、うん、アメリカは実はいまだに道路特定財源があるんですよ<ー>ですそれからドイツにも連邦交通インフラ計画があり、うん、フランスにもイギリスにもカナダにもイタリアにもみんなあるんです。ありますね それはそうですこれを作ることによって国民の皆さん方にあるいはそこで企業をしている人そこで商売をしておられる方々にこの地域はどう変わっていくんだということを説明するわけですから、うんですね、私が税金払っている税金はこういう形で生きてくるんだというように分かる。 ですね、でこれが必要なのはさっきも言いましたようにです、ね、こういう計画があることによってさっきちらっと言いましたように行政にとって、うん、市町村にとって例えば介護施設をここに作るんだ、はい、とかあるいは保育園をここに作るんだと、うん、道路が5年後にあそこまで行くんだったら、うん、道路ができてからだったら用事費が上がるかもしれんから、うん、今保育園の土地の手当をしておこうと、うん、いったようなことができる。うんうん で企業にとっても牛、はい、も,もこれからちょっと物流拠点を増やさないかのだ、うん、けれどもどこ,にどこに土地を買えばいいかなというと今ないところにそこに道路ができますよというんだったらじゃあ手当てしておこうというように一般企業にとっても経営の計画性が出てきますね。すえ当然建設 企業にとっても、うん、そうですね、はい、5年間でこんだけの発注がなされるんだったらちょっとブルートーザーを増強しておこうかとか<ー>あるいは技術者をもう少し雇っておこうかとかいうようなですねこんんなのを全部バチャーンとやめちゃったんです各国はいまだにイングラの長期計画だとかを持っているのに、うん、私たちの国だけがあです、ね、公共事業というのは無駄なばらまきにすぎないといったような関連論。うん からですね。はい、こういうことをやってきて、でその結果として公共事業費は、例えば1995年から見てですね、うん、アメリカは1.9倍に伸ばしている。うん、1.9倍に。韓国は2.5倍に伸ばしているんです。じゃあ日本はシンボさん、いくら日本はいくらにしたでしょうか。<笑><笑>でも今の話から総合すると減ってる。 減ってますそれも半減レベル0.57ですあのインターセントハイウェイだらけのアメリカが1.9倍にも伸ばしてきている時にこっちは0.57ですから当然のことながらですね暫定2車線の高速道路だらけになるのは当たり前ですね。 いうことになっているわけしたがって日本人が持っている能力だとか活力というものをインフラを通じて引き出すいうことができないからこれは私雇用を大にして言いたいんですが世界の中で全く経済成長しないほとんど唯一の国になっちゃったわけごく最近日本の円が安くなって大変だと言われてますねこれ円が安くなるっていうのはつまりは日本の経済行動力 が下がっているからなんですね、はい、同じ日本円でアメリカに持って行っても買えるものがぐっと減っちゃったということですつまり円に値打ちがなくなった、はい、ということなんですねうそういうことが起こっているのはこの国が経済成長していないからなんですね なんですね、だから経済成長する国に取り戻さんといかんです、ね、戻らねえからで,すで日本人の能力を引き出せるそういう環境を作らないから日本人が持っている能力を引き出すことができない環境整備がずっとこの二十数年間行われてきたからあ、まあ、ごく最近で言うと極めて端的にこれを聞いている皆さん方にあそうだったわと思っていただけるのは科学技術先進国だと言われているのに。 コロナが起こって三年も経つのにいまだにワクチンの開発ができていない。そうですね。そんな国に転落していったこういうことですよね、うんで。このことをですね、我々はよくよくよく知ってですね、政治を監視せんというかですね、ど、ねうん、のように思います。ぜひ皆さん、はい、そういう目でですね、経済成長できるそういう国民なんて我々は、うん、現に世界の奇跡だと言われた、うん、経済成長してきた国なんです、はいで。その力を失っているのは我々が。 どっかで考え方を間違ったからなんですねだどっかで日本人の能力が落ちたからじゃないんですよ。考え方を間違ったからで、そういう意味でちゃんともう一度自信を取り戻して成長できる国になろうではありませんか <laughs>